石加藤のニコ生クソ音楽王音楽王音楽はい、さあというわけで、はい、今週も MC を務めさせていただきますのはアニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義と、はい、加藤純一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあいいでしょう、はい、まあ、いろいろとはあるんですけども、はいはいはい、今日はちょっと絵的にですね、うん、情報量が多すぎます。ちょっとね、今日たくさんね、いろいろ喋ることありますよね。ありますけども、まあ、はい、まず一個ね、はいはいはい、触れとかなきゃいけないなと思うんですけども、はいはいはい、じゅうちゃん髪切ったね。そうなんですよ。ちょっと僕、うん、丸めさせていただきまして、ちょっと層のような感じで、新規一転。ちょっと短くしすぎた感はどうなんですか？いや、なんなら僕、もっと行きたかったんですけど、みんながびっくりするかなと思って、ちょっと、なるほど、ギリギリ、なんですか、まあ、ショートヘアって言われたらショートヘア。でもさ、はい、めっちゃ似合ってるよね。あ、本当ですか？これ視聴者の皆さんも、はい、これ視聴者、まあ、このパソコンを通じてとか、はい、視聴を通じてだと画面越しだと分かんないかもしれないですけど、はい、実際会うと、はい、もうね、昨日までの純ちゃんを忘れちゃうんです。本当ですか？髪が長かった頃の純ちゃんをもう覚えてないぐらい、そんな記憶飛ぶぐらい。おお、嬉しい。それ僕もね、うん、同じ感情を抱いてそって、あれと思って、こっちの方がいいじゃんと思って、ね、もうこのままずっとこれで行こうと思います。いや、でもやっぱ、はい、例えば松本人志さんとかさ、はいはいはい、もう坊主になった瞬間とかもあったじゃないですか、ずっと坊主だったでしょ、はい、そうですね。多分これが加藤純一スタンダードになっていくんじゃないですか、マジで。まあでもね、そういう風になっていったらいいですけどね。で、僕パッと見ですよ、はい、皆さん多分いろいろとご意見あったと思うんです、はいはいはい、例えば河本大翔さんに似てるとかね。あ、なんか言っていただきましたね、はい、帽子かぶってたらシャンプーハットの小出水さんにそっくりだったりとか。ああ、確かにそうかもしれない、ね、そうなんですよ。確かに顔立ちがいいから。あ、いやいやいや、もうね、で僕一瞬見た時に、はいはい、これ嘘でもなんでもなく、僕大好きなトレインスポッティングっていう映画の頃の、はい、イアン・マクレガーにめっちゃそっくりめっちゃそっくりやなと思ってちょっとそのあれ分かんないですけど、その時の、うん、ただね、トレインスポッティングガッチガチのジャンキーの話ですよなんかそうなんですよ、やばいことやったんじゃないの。いやいや、そうそうそう、で、みんな言われたでしょ。すげえ言われました。悪いことしたんじゃないの、いや、うん、ちょっとお前メンタル弱ってんじゃねえの、いろいろ言われたと思うんですけど、はい、実際のところどうなんですか？ただ坊主にしたんですよ本当になんかね、髪型を変えたかったっていうだけの話なんです。いや、それすらなくて、うん、とある電気ショップで、はい、パッて見たらバリカン見つけて、よしと思ってビーンみたいな。本当に何もしてないんですよ。ほら、だからみんなセンシティブに言ってますよ、浮気がバレたとかね。そうそう、まあ、浮気はバレたんですけどバレたそれとはまた別の感覚で、だってこれで僕がもしそれが原因で坊主にしたとしたら、ここから伸ばし始めるじゃないですか。なるほど、僕死ぬまで坊主ですからね。もなるほど。いや、でもね、だから別になんかね本当にそれが原因じゃなくて、ただ単純にいらねえなと思って髪の毛って。まあ、なるほど、わかるわかる、うん、それはすごいわかる。でも似合ってるからいいよ、それは。うん、でもね、似合ってるといえばですけども、はいはい、純ちゃんその T シャツ似合ってるね。あ、そういえばなんか大石くんもなんかいい T シャツ着てますね。そうですね。あれ、ちょっとステューシーの T シャツなんか着ちゃって、T シャツ着させていただきまして。おそろじゃないですか、僕らね。なんかたまたま隣 の, 店舗に P ダッシュパルコあったんで、そう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 、ちょっとさっき買ってきたんですけど、はい、純ちゃんも同じですか？同じっすよ。買っちゃったんですね、15分ぐらい前に。まさか被るとは思わなかった。いや、僕もね、来てびっくりしました。純ちゃん、俺普通に同じやつ着てるやんと思って。ね、しかも色違いでね。はい。で、このステューシーさんなんですけども、はい、8月17日からですね、はい、秋物が入荷するらしい。なんだって行くしかねえよ行こうぜ、もうやめて。秋物が入荷するらしいのでね。行こうぜ、もう